東京アート株式会社は、東京都中央区新川に本社を置く企業。埼玉県新座市堀のうちに同名企業が存在するが、無関係。その他類似名称の企業は、複数存在する。安ずみのアートヒルズミュージアム1976年に、東京アートパッケージという社名で創業され、1995年に、現社名に改名。 サードアドバタイジング第3のメディアをキャッチコピーとし、パッケージやショッピングツールの企画提案型企業として、特にファッション業界を中心に多数の有名ブランドのショッピングバッグを、はじめに選手以上の商品を手掛けている。中国に自社工場を持ちインターナショナルな一流ブランドのショッピングバッグも多数手掛けている。また、長野県安曇野市にナチュラルミネラルウォーター、 アズミや湯水を製造するミネラルウォーター事業部がある。かつては同市にガラス製品の販売や製作体験とエミールガレのガラス作品を展示するアズミのアートヒルズミュージアムを運営するアートヒルズ事業部があった。卓球部は日本卓球リーグ実業団連盟所属の卓球実業団に所属している。男子チームは全国タイトルを歴代最多の 計38回獲得している日本卓球リーグでの団体戦では、歴代最多15回の年間優勝。全日本卓球選手権大会団体の部では、歴代最多14回の優勝。全日本実業団卓球選手権大会では9回の優勝を誇る。所属選手及び、過去の所属選手としては、半明優沢ラ、大森・隆弘、大谷・秀俊高木和拓・和タ 超和弘、塩野正人などの選手がいる。東京アート株式会社会社案内。ありがとうございます。